んの方どれぐらい獲得できたかというと、テレマンの本日点2じゃん。どうも、絶対炎上しないゲスト夏美です。では今回打つ新花の刑事漆黒行っちゃってもいいじゃん。すごい早い。一部案わー、しっかり当たった。早い、もらった。いいじゃん、頑張れ。あー、よかった。予測が強かった。よかった、よかった。今回実践するのはマルハン小岩パチンコ館さん。 JR 小岩駅北口から徒歩1分、パチンコ588台設置、前代パーソナルシステム、そして初玉乗り換えシステムを導入。快適な遊戯空間でぜひお楽しみください。いいじゃん。あー、よかった。予測が強かった。よかった、よかった。いや、初当たり軽いけど、怖いぐらい軽いね。わーい、よし、もう一回入れるぞ。やれるわ今日。いや、山ちゃんも入ってくれたからよりなんかポイントが期待持てるね。狙える狙える、うん、結構ハマってんな。本当だ、230超えました。ハマるときやばいよねこれ。いや、ほんとそう。もう300ハマってんだけど。すごい、大当たり引けないね。あー、これは当たらんビーチや。おー、よかったね、当たらんビーチやっていう。これはのやつで当たらないよ絶対。びっくり当たり。びっくり当たり。やりました。一切チャンスアップなかった。このボードよくわかんないんだよな。なんかめっちゃ赤とか出まくっても外れるし。あー、そうなんだ。よくわかんない。何でも当たるし何でも外れるみたいな。そうそうそう。あれ、山ちゃんは 2連か。今2連。あ、1万発いった。あ、いったいったいった。あ、5連じゃん。5連。あれ、5連じゃん。うんうんうんって。騙されてもらった。なんだろう。むずいな。いける。頑張る。見えてきた、見えてきた。頑張
たらよう行くな。本当だ、2回目だ。弱いです、でも。あー、でも赤ボタン、赤ボタン、おい、頑張れ。おー、おー、山ちゃん当たった。私が当たった。よーし、順調や。あ、赤ボタンだ。ダメか、いつも当たんないやつで当たってる。ああ緑か。ああもうすぐ100回だな。ああ本当だ。うん。ビーチかかってるもんね、結構かかってる。3、4回ぐらいかかってるかな。頑張れー、頑張れー、なんとか。おー、返った。おー一回も引いてないってことだよね。うん、しぶとい。すごー、すごい。さあ歌舞伎御免がついております。あ、すごいね、嬉しい。あんま出ないよね、だって100、あれ140分の1ぐらいだっけ、145ぐらいだっけか、145、うん、これね、なかなか見れない。うん、これは嬉しいです。うぅ、すごいすごい、レインボー、わー、いいもの見れました、嬉しい。わー、最高です。
展した。お結構ダメなんだよな、でもなんかめっちゃ当たりそうなのにね、これ見た目。わかるわかるあるある、保養だし。あ、保養なの。うん、ボタン普通。あーダメか、なかなか行かないのにな。行かないね、うん、保留は青だけどな。どうだろう。わーだー、つい、ほぼ当たるやつ。これは大丈夫でしょう。出た、外したくないです。これはよし、着実に10連に近づいている。あと2回か。これ行きたいな、ここまで来たら。初めてなんだけど、こんなに出たの。いや今日のためには本当。本当だ、今日のために貯めてたんだ私は。この何年かの結構長いこと。長かったいいんですか、この番組で引きを使い切って。なんで、いいんですよ。いいじゃん、いいじゃんお赤までいった。この街角の赤は、うわあと1回よ、3回の年。すごい、あと1回だよ、ワンちゃん。これを見た、ご褒美。これ逆に終わりたくない、終われない、これは。あーカット今ついちゃったよ。すごい盛りだくさんだな。うん、激アツ尽くし。あー赤ボタンで全然逆にメーターが上がらず。気持ちいい。いや見えてきたね。もっと逆にこれ本当終わりたくない。ここで終わるの一番嫌だね。いや本当最悪、ここで終わるの。終わらない、終わらせないです。頑張ります。でもこれ2万発は行くよね。2万行くかな、なんかちょっと絶妙な。あ、行くか。まだ足りないよね、でも100はまだ20以上だもんね。あと1回。あ、もうじゃあ10連したら達成だ。85か、うん、もし達成できなくても可能性ある。ない、達成できなかった可能性ない。可能性ない。そんな絶望ある、逆に。あ、でも通常時ないもんね。ストーリーリーチやって、それやっても足りないでしょ。足りない。もう一回、いや頑張るよ、ほんと頑張るよ。もう少し、はい、行きました。達成です。よしよし、じゃじゃん。それであと15、頑張ります。あと1回当てるだけですかね。なんか確かないい匂いするんだよな、パスタみたいな匂いする、ニンニクっぽい。あーいいね。何の匂いだろう。お腹すいた、お腹すいたってあ、なに、終われみたいな終われって言われた。お前は早く終われみたいな。終わらないよ、絶対に終わんないから。あと1回はね、絶対終わんない。そう、あと1回は本当にここで終わったら本当悔しいからね。え、やばいよ、ここに来て。あ、カウントダウンが。お願いだよ、終わんないでくれ、継続してくれ、頼む、お願いだよ。頑張ったんだよ、ここまで。嘘と言って、嘘と言って、本当にお願い、本当にお願い。
なご褒美。いいじゃん。いやこれは落ちててもおかしくないな。でもなんとか。あやっぱダメか。もう200で何気にハマってた。本当だねえ。マジかこれはたまんない。何も出てなかったのにね。行くか3万発やるか。やるやる、やろうやろう。おー褒められた、嬉しい。すごいすごい。サムネでさ、うん、5万発とか。あーそうだね、確かにここまで来たらもっと行きたいね、うん、上を目指して。あ、これ発展するな、うん、まあだーって捨てまるか。弱いで。いやだな、これはまずいな。いやさっきの結構、おー、おー、なんということやすごいね、すごいね、たまんないな。もうケージのやる気がすごい。ケージのやる気がすごい。すごい、もうとんでもない。すごいかっこいいわ。ちょっと私直江派なんだけどな。いやケージもいいな。乗り換えた方がいいよ。乗り換えるかあそっか。おーこれも絡んだか。これ絡んだかな。いけそうだな、いけそうだな。あー買いになりましたな。あー、ダイブしてるね、もうこれ決まったな。申し訳ないね、頑張って締めてるところ。突破しちゃうやつだから。頑張って締めてるところ。ねえ、ほんと。いや、何回、何年経っても気持ちいいよ。縄文突破は、ほんとに。早い早い、20回転目。いや、いいじゃん。で、まさかこんな列車を見せられる日が来るとは。ほんとに。最高出玉いくつだろう。立ち入っていいじゃんで。島田さんかな多分。どんぐらいだっけか。うわー今7000。もうちょいじゃん。もう一回当たってワンチャンいくかなぐらいか。そうだね、うん、おっ、え、なになになに、お、武器物刺さった。これは熱い。準備中。いや、これはいいね。これ相当いい。歌舞伎ものリーチだよね。あ、それ対応なの多分。ええ逆に。あ、そうか、歌舞伎って騒動か。そういうことか。おあ、大詰め行くんだ、こっから。え、まだ準備してる。いや、これ暑いでしょ。これ暑いよね。まだね、カウントダウンしてないからね。え、99。あ、赤ってだけでもいいのに。あ、これ歌舞伎ものリーチね。これ当たるやつじゃない。で、そうだね、この時点でこれまだ、このタイミング、これ当たるじゃん。ゼロで当たるやつじゃん。あ、すごい。そうだよね、カットインとかないもんね。ないと思う。これただただずっと見てるリーチ。見てるやつだもんね、うん、これ1分もあんだ、このリーチ。これね、この前久々に見たけどさ、長いなと思ったから、ね、意外とずっと見てるだけだから。うわー、邪魔だね。すごい。いや今日すごいね、初当たりも。すごい。
でまだ分かんないの、まだ復活が、うん、あー3連だから確かに決まらせばいい。でも当たりが軽い、ほんと今日、今日だってさ、うん、国立部門でハマってないもんね。うわ、え、鳴ってない？鳴ってる。え？え、初めて見たんだけど、この。ちょっと待って。ええー。刑事のやる気がすごい。簡単刑事マジ。そう、すごいよ。こんな簡単だっけな。今日の刑事はすごいな。やる気満々だね。やる気満々ね、ちょっとね。恐ろしいね、ちょっと。ちょっとこれ。いいな。17回転。
私。うわ、カモシ熱い。これはもらったな。もらったな。あれか。直江殿か。やっと直江殿来るのか。私が刑事になびきそうになったから。おお。あ、直江殿、そんな。いや、ま、いや、やっぱり直江殿好きだな。やっと来た。だけどな。どっちにしようかな。迷うな。酔っちゃうな。どっちもイケメンだよ。かっこいいからな。刑事ちょっと眉毛が太すぎるんだよな。ちょっとさ、ケンシロウ感あるんだよね。そう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 。わかるわかる。なんか直江殿はやっぱり乳首を見せてくれるのよ。あ、でも私やっぱなんだかんだ奥村さんがいいな。奥村はどうして好きなの？いや、なんかもう王道のイケメン。あー、まあ確かに可愛い。やっぱイケメンだよな。アニメのキャラでさ、ガチ恋したことある？ない、さすがにない。それはある？実はあるんだよね。あるの？初めてブラウン管が邪魔だなって思ったことがあって。あった人がいる。誰？銀玉の銀さん。二十歳ぐらいの時。本当にこんな人いたらもうどんなに振られても好きだっていうのにと思って。へえ。そんぐらいいいなと思った。なんか私アニメとかあんま見てこなかったんだよね。でも私もね、見てこなかったのよね。そんなにエヴァだってパチンコから入ったから。あ、わかる。私も、うん、そう、ポケモンぐらいかな、本当小学校の時。あー、ほんとね。え、ドラゴンボールとかは見てない？見てないんだよね。あ、いや、それは確か珍しいかもね。私、どれがベジータでどれがあれとかわかんないもん。どっちが敵とか。あ、それはすごい。そうなの？あ、うん、みんな見てたんだ、やっぱドラゴンボール。どうなんだろう。でもそうだね、みんな見てるようなイメージはあるんだけど、本当に興味ないんだね。だからね、じゃあアニメね。スラムダンクとかも見てないし。あ、スラムダンク、私もスラムダンクとドラゴンボールはもう漫画と一緒に見てたからね。漫画とこう同時進行で、もう全然フリーズ編終わんないじゃんって思いながら。全然わかんないよね。わかんない。全然わかんないよね。うん、うわ、もういただきましたよ。いただいたね。出ましたよ。ありがとうございます。すごい、何発出るんだろうね。こんな続くんだ。すごいね。こんなことあるんだな。本当ありがたすぎるよ。2人で収録したとき勝つことの方が多い、負けの方が多い。どうだろう。あ、でも私ヤマンちゃんといるとき結構出る。あ、確かにそうかもしれない。ヤマンちゃんね、すごい、だから勝利の女神なのよ。そうかもね。本当そう。あれはポジパチとか。ポジパチもひどいし。びっくりした。突然もう何回も縄文壊しちゃってごめんなさい。あ、これは発展しますね。厳しいな。頑張れ。まだ頑張れ。硬いな。厳しい。これは、うわ、ついに終わってしまった。ついに引いてしまいました。いや、でも表示は大幅に4万超えました。でも満足ですね。ちょっと最高ですね。これが漆黒かと。やっと漆黒の本当の楽しさをやっと今分かりましたね。味わえたというか、もうずっとこんな思いをせずに打ってきたんで。いいじゃん。ということで、ここで実践終了になります。お疲れ様です。いや、なんかもっと本当はでもなっちゃんの話いっぱい聞きたかったんだけど。そう、私ももっと話したかったんですけど、ちょっと右打ちの時間が長すぎて。
トークボックスもほぼ使うことなく使うことなくでちょっと申し訳ないんですけど、またぜひ呼んでください、ね、そうだね、また時に話しましょう。来てもらった時に改めて話すとして、今日は出玉の方を皆さんにたっぷりと味わっていただきたいと思います、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいじゃん、結果発表。わー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、もうなんかあんま疲れてないけどね。いやー、もうただただ楽しかった本当に、ということで早速じゃあ私から結果の方発表したいと思います、はい、私はですね、投資が7500円で出玉が8654玉、収支がですねプラス6779玉。あープラス。いやー、もうでも私なんかもうかすむぐらい大変なことになったのでゆなちゃん発表してください。はい、私はですね投資が4000円、うん、軽いです。軽い。そして出玉の方が39,639個。すげえ。で、サラマが38,639個と。うわー、イエーイ。最高、最高です。あまま、本当よく言えば4万発行きたかったんですけど、ね、あと1回当たれば4万発行けたんですけど、まあ18年したし、いいでしょう、最高でした。そして気になるいいじゃんの方、どんぐらい獲得できたかと言いますと、はい、ストーリーリーチ以外全部、まあでも十分でも、ね、すごいよ、もう上だと思ったもんこれとか、ね、135いいじゃん。もうスタッフさんがね、全くもってこう貯めないだろうと思って作ったやつをもう達成しちゃったっていう、私はそこが嬉しいんですよ、ね、うん、いいじゃん。お、嬉しい、でっかい、ありがとうございます。あ、かわいい、ほら、いいじゃん、すごいかわいいんだけど、ステッカーも、ほら、これ嬉しい、これ本当に嬉しいんだけど、1万円あればね。いや、もううちもレゴをすごいいじるんですよ。レゴ、レゴ、レゴブロック、うんうんうん、ちょうどこれでいい感じのやつ買えます。レゴ意外と高いのよ。ちなみに、うん、あ、私ですか。私なんだろうな、なんかうちの子競馬の映像を見ていつも満足してるからなお母さんと一緒が好きだから、おちょっとその DVD とか、あ、いいね、いいね、ね、なんか買おうかなと。何かしらね、うん、いっぱいあるんで、ね、いや、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。え、ちなみに今日罰ゲーム何だったんですか。いいじゃん、おお、言い方ねババアの顔なるほど、ああ、それぐらいなら、なんかでも、あ、今もう気持ちがね、うん、めちゃくちゃ広いので、でもいいかな、確かにあのやってあげてもいいっすよ、うん、いいじゃん。毎月第2第4月曜日更新、平山のパチっていいじゃん、好評配信中でございます。いいじゃん、うわえ、ばあちゃんにめっちゃ似てる、すごいリアルじゃない。あ、ジブリだ、なんかあのパンとか焼いてそうなそう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 、うわー、ショックなんだけどで、次のゲストが、ま、島田さんなんで、おお、ちょっと心配ですが、まあでもね、今日なっちゃんが出玉の最高記録を更新したので、はい、また島田さんでも燃えると思うので、はい、次回も楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。いいじゃん、紹介したいと思います。この方です、どうぞ。おはようございます、プロパチ通称のジャンジャでございます。おー、なんか出ろ、違うボタン出ろ、えい、おお、デレマンドパチンっていいじゃん。この動画もしよければグッドボタンお願いします。そしてマルハンチャンネルのチャンネル登録もぜひ。そしてマルハンチャンネルのツイッターではいろいろ募集したりしているので、概要欄の方からフォローの方もよろしくお願いします。